Welcome back, everyone. This is DJ Ricky speaking. おはようございます。ポッドキャスト大学の DJ Ricky です。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしておりますが、今日はですね、日本で行われております Amazon 新生活セールで買っても良いポッドキャスト機材についてご紹介させていただきたいと思います。Amazon のね機材。やっぱこれかなと思うものがあるので、それをご紹介させてください。ちょっと久しぶりにドラムの音がある BGM を選んでみました。さあ、今日はですね Amazon 新生活始まりましたね。毎年春のセール4月の1日の23時59分までとなっておりますので、ぜひお早めにチェックしてください。でですね、この機材の紹介に入る前に、このセールはですね、賢くポイントもらっちゃった方が楽なので、例えばですね、最大 10% 還元になってまして、例えてなら10万円買ったら1万円のポイントがバックされるというような流れになっております。で、これキャンペーンにエントリーしておいて、合計1万円以上のお買い物をする必要があります。まあ、これ今日紹介するマイク多分1万円以上になるかなと思います。で、ポイントの付与が40日間程度しましたら、セールが終わって40日間程度でポイントの付与がされると、だからいわゆるゴールデンウィーク明けぐらいかなにはポイントが入っているというような、そんな感じになってますね。プライム会員なら 1.5%、Amazon マスターカードのお支払い、これすぐ作れるみたいなんですけども、そうすると 3.0% アップ。そして、なんかパソコンとか PC ソフトの購入関係だと、プラス 5.5% のポイントになっております。で、いろいろ調べてみましたら、Amazon のギフトカードだったかな、ギフトカードの購入でもですね、ギフトカードの買って、ギフトカードを買った状態で、それでそのカードギフトカードを使ってマイクとか機材を買った場合もですね、それもこうキャンペーンの対象になるというふうに書かれておりました。まあなんか結構まとめてガンガン買っちゃいってお金使いすぎは嫌だなっていう方は、ギフトカードである程度この枠だけ持っといて、こういうセールの時に使ってもいいし、またなんかね、セールじゃない時にそういうギフトカードを使って改めて予算をちゃんと管理したいという方はですね、ギフトカードがおすすめかなと思います。さあ早速ちょっとご紹介、機材のご紹介ですねいきたいなと思いますが、Amazon のセールのページ、ね、見ていただくと緑色のページがありますけども、こちらのページを離れましてですね、どこだったっけな、あそうそうそう、 Amazon の、このね検索のボタンのところに、この新生活、あ、そう、新生活セールに行くと、このセールっていうですね、カテゴリーが出てくるんですね。セールっていうカテゴリーが出てきて、そこで、まあ、マイクとか選ぶと、もう、いろいろと出てきます。はい。で、この中で、やっぱりね、一番おすすめなのが、このオーディオテクニカの AT2020 ですね。はい。このマイクは、まあ、なかなかの定番中の定番で、コンデンサーマイクなんですけども、やっぱりコスパがいいマイクとして選ばれておりますね。で、これ、Amazon のいいのはね、なんかね、店舗では売ってない Amazon 限定の、Amazon ジャパンか、Amazon ジャパン限定のガンメタリックっていうね、銀色のオーテクのね AT2020 があるんですよ。これがねなかなかいつもねすごくかっこいいなっていう感じですね。なかなか銀色のマイクってもコンデンサーマイクってなくて、だいたいいつもブラックなんですけど、銀色のね AT2020 が売ってると、12,980円が9,800円、マイナス 24% オフになってきています。はい、だいたい、だから2000円ぐらい安くなって、2000円かな、3000円安くなってますね。はい、3000円安くなっております。3000円あったらね美味しいお肉も買えるかなと思うんですけども、でこちらのはコンデンサーマイクになっていて、 XLR 接続、いわゆるマイクのケーブルが必要で、買った時にねオーディオインターフェースが必要なんですけど、すでにオーディオインターフェースお持ちの方、このポッドキャスト大学のリスナーさんで多いんじゃないかなと思います。で、この、
大テクの確か2020、ワクワクラジオさんがこのマイクを使って配信されておりました。この音質とか気になる方はぜひチェックしていただけたらなと思います。はい、タクロクとか動画配信、ゲーム配信している方の中でこの AT2020 使ってる方非常に多いんじゃないかなという感じがしますね。私は AT2020 じゃなくて AT2035 を持ってるので、ちょっと今日このマイクつなごうかなと思ったんだけど、ちょっとやっぱ音質が違うので、やめようかなと思いました。AT シリーズすごく好きで私も愛用しております。ぜひですね、まだちゃんとしたマイク、まあ、USB マイクしか持ってなかったっていう方ね、USB マイクしか持ってないんだけど、ちょっとこう手を伸ばしてちゃんとしたいいマイクしてみたいなと思う方、また、AT2020 とオーディオインターフェース合わせてちょっと揃えてみてはいかがでしょうか。そして、2つ目にねご紹介したいのは同じくオーディオテクニカなんですけども、こちらは AT2040 というですね USB マイクになります。USB マイクなんだけど、ダイナミックモデルですね。ダイナミックマイクのマッティっていうのですね。で、USB-C でパソコンと接続することができます。こちらのマイクですね、すごくね、ルックスが良くて、黒のマイクになっています。で、手元にミュートのボタンがあったりとか、あとは、ポップノイズですね。いわゆるこう破裂するとパッ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 で、これね、今ちょっと破裂しちゃいましたけど、こういう音を抑えるポップフィルターがマイクの中にすでに入っているというモデルになっています。これね、マイク自体はすごいドーンと大きい感じじゃないんですけども、かっこいいタイプですね。かっこいいなんかこう感じがします。ロードのポッドマイクと似てるんですけども、ポッドマイクもいいけどもこれもいいかなという感じですね。うん、お値段の方が 21,780 円が、17,401 円、だいたい 4,000 円安くなってますね。はい、元値が高いのでマイナス 20% でも結構 4,000 円も安くなってると。4,000 あったら美味しいワイン買えるかな。はい、気になるところでございます。そうですね、これ、ちょっと待って、これもう一個 AUX、 あ、失礼しました、 USB、 そうか、これ USB タイプか。USB タイプですね。はい、このマイク使うときにはマイクスタンドが必要な感じなので、マイクスタンドも合わせてお買い求めいただけるといいかと思います。マイクスタンド Amazon でね、例えば3,000円ぐらいで安くなってる、このサブ今日のセールの中にも入っているので、なんかそういうのちょっと探してみたらいいんじゃないかなと思います。私のおすすめはルーリングアーツのね、あのマイクアームがすごく非常に使いやすいんですが、それはセールになってるのかな、どうなんだろう、ちょっと後でチェックしてみますね。概要欄の方にリンクで貼っておきます。そして最後にご紹介したいのが、これも同じくオーディオテクニカ、この今日はオーディオテクニカ推しですね。オーディオテクニカの、プロフェッショナル用モニターヘッドホン ATH-M50X、これ M50X の普通のモデルと、これもね、Amazon Japan さん限定の、ガンメタリック版、ちょっとグレーっぽい感じのね、ヘッドホンがあるんですよ。このねヘッドホンはすごく DJ の方とか、まあ、ラジオ局とか、スタジオなんかでもモニター用として使われているタイプになっています。こちらが通常価格が 22,37 円、過去価格ですね、ところ今マイナス 15% オフで 17,200 円になってますね。だいたいなんかちょっと最近こういうの新品が2万円台、まあ、ちょっと価格が上昇して2万円台になっていたのが、まあ、1万、こういうセールの時になると昔の価格1万7000円ぐらいに戻りますね。私これ多分3年前ぐらいに1万7000円で買ったんですが、最近はねずっとセールじゃない時は2万円台2万1000円ぐらいですかね。多分ビッグカメラとかヨドバシに行ってもそのぐらいのお値段がするんですが、こういうセールの時は、まあ、4000円ぐらい安くなるという、そんな感じになってます。はい、このね、モニター用のヘッドホンってつけておくと、すごくね、音がそのまま入ってくるんですよ。で、ヘッドホンって結構こう、
低音がぐーっと入るものがあったりとかして、なかなかねこう音色がもうそのまま入ってこない時があるんですね。こういうポッドキャストとかの、まあ、音を聞く時って何もそのまま素直に音が入ってくるものを買った方が非常にいいので、このモニター用として、このモニター用のヘッドホンのオーディオテクニカ M50X おすすめでございます。はい、こちらケースもついているので持ち運びもしやすくなっていますし、ケーブルもね、くるくる巻きのケーブルとまたストレートのケーブルと2つ入っているので、用途に合わせて使いやすくなっております。だいたいこういうヘッドホンとかつけるとね、なんかこうテンションも上がるんですよね。あ、私本当に配信してるな、ラジオやってるなみたいなね、そういうテンションも上がるので、まあ、こうちょっとこう、雰囲気を変えていきたいという方にも非常におすすめなあのヘッドホンになってます。で、このね M50X はやっぱ高いじゃないですか。で、なんかもうちょっと簡易的なのないかなっていう時に M30X とか、 M30X っていうのが確か4000円とか5000円ぐらいであったりしますので、まあ、予算が限られてるっていう方はですね、そちらをお使いになることをお勧めさせていただきます。はい、私は社内ラジオの収録用には M30X を使いながらいつも収録させてもらっています。まあ、それでもね音質はそんなに悪くないので、なかなかいい感じでございます。さあ、今日はAmazon 新生活のセールで買っても良いポッドキャスト機材ということでいろいろと精査をしていたら全部メイドインジャパンオーディオテクニカさんの商品になっちゃいました。まあ他にもねマオノとかハイパー X はいいマイク かな、うん、あとマランツプロとかあるんですけど、私は こっち系の安いのはおすすめしないです。本気でおすすめしないです。こういうのは結局なんか音聞いてると良くないっていうか、まあ、ファイファインもいいんだけど、なんか本気で言って言えないんですよね。これ正直な話。ファイファインもいいんだけど、やっぱ音的にちょっと劣るなっていうのが、ちゃんとしたモニターのヘッドホンつけてると感じちゃうんですよね。これ正直な話で、ごめんなさい。正直な気持ちをやっぱリスナーの皆さんにお届けしたいなと思ったので、今日は全部オーディオテクニカシリーズになっちゃいましたが、大きなセールの時にシュアとか、まあ、ゼンハイザーとか、ちゃんとしたメーカーさんですかね、本当に古いメーカーさんの機材が安くなってる時もあります。そういった時またねご紹介させていただきますので、ぜひ、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。この番組はポッドキャスト大学はですね、ポッドキャストだけじゃなくてYouTube でも音だけで配信しておりますので、チャンネル登録していただきますとまた配信した時にサクッと、ご紹介ができるのでよろしくお願いします。お得情報に関しましてはですね、 YouTube のチャンネルの中のお得コーナーだったかな、なんか お買い得コーナーみたいな、そういったコラムを設けているので、そちらのところをチェックしていただけたら過去の Amazon のセールで良かった商品もご紹介しておりますので、ぜひ、見てみてください。今日もここまでお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございます誰やねさあ、今日のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。リッキーの XM 毎日ポッドキャスト情報やライフハック、ガジェットに関する情報やこういったセールに関する情報もアップしております。番組の感想もまたお待ちしております。新着を、聞き逃さないようにぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Spotify ポッドキャスト、またアップルポッドキャスト、そしてスタンド FM やスプーンなどでも配信しております。ぜひファンになってやってください。 Thank you very much for joining Ricky's Podcast Courage. This podcast has been brought to you by DJ Ricky がお送りしました。 Have a wonderful and fruitful day. Don't forget your smile. 素敵な一日をお過ごしください。そしてセール情報をチェックお忘れなく。ではでは、 Have a nice day. This podcast has been brought to you by DJ Ricky.